しばしの元を離れた紹介は己の野心のために洛陽で放棄、義弟双方に禅譲を迫ろうと企てるも芝居らに鎮圧された。紹介はその後しばしに罰せられるも将として留め置かれる。一方呉の攻略を任された芝将は呪春から呉の領地へと進攻、長年せめぎ合った陽州を半年で制すと建業へと軍を進めていた。この頃孫吾では権力をめぐっての暗闘が発生。第二代皇帝孫亮が追われ、その兄孫休が帝位についていた。兄弟で争う孫吾、対して兄を支え共に進むことを喜ぶ芝将。だが大元気は正宮ともいえる二面展開に違和感を覚えていた。しばしの真意はそれを確かめるため、まずは眼前の敵を倒す。しばしょう、大元気、荷重、諸葛丹が建業に呉との私有を決する。戦の真実を見抜く、それが私の役目。兄上も人使いが荒いな。自分が生徒を攻略している間に権業を脅してこいなんて。さすがしばし殿は、お前の使い方をよくご存知だ。お前は無理を押し付けられてようやく本気を出すのだ。いいだよな、めんどくせえ。でも確かにこれまでこんな二面同時での進軍はなかった。資源殿にしては随分と請求。もしかすると心配性だな。元気はていうか俺にはそういう気遣いちっともないよな。ずるいよな、兄上ばっかり。別にそういうつもりじゃ。まもなく刻限、準備のほどはいかがですか。ああ、いいぜ。しばしょ、少しお変わりに。だらしない言動の中にも芯があるような。にわかには信じがたいが、やはりしばし殿の弟君ということか。しばし殿もよくお分かりだ。師匠はこき使ってこそ価値がある。この後の戦線を任されたのは大きい。
師匠を成長させるいい機会だ。兄上はやっぱりすごい。もう生徒を制圧したそうだ。ま、俺もほどほどに頑張るか。後でおこごと食らいたくないしな。おこごとって資源殿の？それとも私の？ああ、いや、その軽口もほどほどにすることね。元気、お前さっきのことを根に持ってるだろ。さてと、そろそろ出発の時間ね。この戦いで呉を討つ。勝って兄上の天下を引き寄せようぜ。敵には二面から当たる。俺たちは西、元気たちは南から攻めるぞ。主人は笑っていたけど、やはり資源の動向には何かある。その懸念わからんのだ。やや気になるところが。やはり来たな。これでも食らえ。
門が開いたな。ここまで脆弱な集団に未来はなかろう。師匠、無事に城に着いたみたいね。諸葛丹殿とはうまくやっているのよ。あいつ一皮むけたな。俺はすっかりだけで来てる。師匠殿の怠け癖は治らない。立場が逆転しないよう気をつけることね。私は五の命運を背負っている。ここで倒れるわけにはいかんのだ。私の役目果たさなくては。僕は背負うのが一人の瞬間すでに終わっている。その勢い誰にも止めろ。止められますまい。することね。こずらせないで。自分の代で呉を滅ぼすとは。皆
不安な一陣を許してくれ。ゴア、ここに滅ぼした。三国定律からの長き因縁もこれまでだ。よし、俺たちの役目は果たした。皆のおかげだ。ありがとな。